明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。布団に入りながら言うことではないだろ。寒すぎて布団から出る気になれない。てか何？なんでおでん持ってんの？こたつかおでん一週間貸してくれるって言うんで。お前バカだろ。どう考えてもこたつ借りるべきだったろ。一週間それ持ち続けるの？腐らない。てかマリサも何さっきから金ちらつかせてるんですか？実は25日に私の給料が出たんだよ。こりゃ大変だ。お年玉。それと今夜はすき焼き。いやまずはストーブだろ。しかも10日に家賃払わないといけないからこれは使えないから。え？じゃあこれからどうするんですか？働けや。無理。即答すんな。じゃあうちらこのままご臨終だな。じゃあ本日でこのシリーズ最終回ですね。なんで働くことより死を選ぶの？働きたくないから。生きてればいいことあるから、まずは仕事探してこい。またあの迷い猫でも探しに行きます。外は寒いからな。今日は私もバイト休みだからついていくからな。しっかりやれよ。ちなみに私のバイト代は 29,881 円だったから所持金はちょうど3万だな。そんなぴったりになるなんて奇跡じゃないです。今ならパチンコで大当たりできる気がする。行こう。頼むよ。これは、いろいろなゲームを仕事と称し、脱ニートを目指す、ドキュメンタリー映像である。え、なんでヌオンモール来てんの？お正月といえば初売り。カーラーのオーバーゲン。いや、そういうこと言ってるんじゃなくて私仕事探せって言ったよね。やばいテンション上がってきた。だからやばいのはお前の頭なんだって。組に行こうぜ。だからだねえだろ。頭しかねえんだから服必要ないだろ。おい待てって。マリサ福袋ありがとうございました。いや買ってあげたわけじゃないからな。家賃の分足りなくなったんだから後で絶対返せよ。家賃うるさいですね。当たり前だろうが。てかお腹しかない。最近常に空腹状態ですけど。マリサ、いや私の金どんどんなくなるわ。出世払いするから。働いてないんだから出世するわけないだろ。じゃあ働いて返しますから。絶対返せよな。はいもちろん。やっぱりここはマックかなー。でもなんかすごい人数並んでない。確かに全然進んでないみたいだし。霊夢もうてこりんのですよ。いやー参った。霊夢はチキチキにしようかな。霊媒に注意してんじゃねえよ。だってもう嫌な予感しかしないですもん。とりあえず話だけでも聞いてやれよ。まあ一応聞きますけどどうしたんですか。マリサが聞いたんだから責任取ってくださいよ。内容にもよるだな。この年次の忙しい時にアルバイトがどんどん辞めてきたのよ。辞めたくなる気持ちわかります。むしろ少しでも働いた努力を褒めたたえてあげてほしいぐらいです。あ、こいつら根っからのニートなんて。え、あなたたち仕事ないの？息をするという仕事があるんで。それはみんなやってんだよ。じゃあうちで働きなさい。いきなりの協定。これはパワハラで訴えて損害賠償金を手切りますか。やめー。アルバイト代ならちゃんと払うから安心しなさい。私への借金も返せてちょうどいいじゃないか。余ったらストーブも買えばいいし。でも調理なんて経験ないんですけど。いやあるようなないような。私が手取り足取り教えてあげるから安心しなさい。ほらもう飛んで大変なのよ。早く。本日のお仕事はリクエストをアレンジさせていただきました。なんでしょう、この初めてじゃない感じ。前にもこんなブラック企業で働いていたような。気のせい気のせい。うちは日本初出店のスモア店なのよ。はスネオ、寿司かあってねえよ。焼いたマシュマロとチョコレートをクラッカーで挟んであるスイーツよ。宮崎でめっちゃ流行りそうなやつ。あとうちはこだわってこだわり抜いて巻きでマシュマロを焼いてるから。デパートのフードコートで。まあとりあえず習うより慣れろよ。注文ガンガン入ってくるからよろしくね。お客様に一皿提供するたびに500円バイト代として払うから。人権仕掛けすぎじゃない。もらえるんだからよしとしようぜ。あと提供に時間がかかってお客様を怒らせたらマイナス1000円だから。最後に星1個につきボーナスプラス500円あげるわ。それじゃあよろしく。あ、細かい作業工程とかは。いっちゃいましたね。まあなんとかなるか。赤いのが霊夢で青いのがフランだな。こうなったらバリバリ働いてストーブ買ってやりますよ。まずは私にお金を返せよ。マシュマロってこれか。まずそこからなの。マシュマロ見たことないの。私はまな板で何をカットさせられているのでしょう。巻きだな。今は巻きも包丁で割る時代。衛生もヘッタクレもあったもんじゃないな。この巻きどうするの。マリサの餌。私カブトムシとかじゃないから。焚き付けに使うんだろ。え、焚き付け。この人何にも知らないんですけど。薪で火力を上げるんだよ。薪をこの焚き火に入れるんですね。早く言ってよ。最初から言ってたわ。これでこのジャンボマシュマロが焼けるようになったってことですね。すってやぼひげ。見て欲しかったのそこじゃねえよ。マシュマロが焼けねえんだよ。これマシュマロカットするんじゃないの。霊夢ホトハラさんみたいな髪型にはしたくないですけど。それマッシュルームカットだから。これマシュマロカットしたぞ。なんでだよ。なんでいちいちカットしなきゃいけないんだよ。ほらあのマシュマロ両手で持つぐらいでかかったから。そうだね。そうと分かればどんどんやっちゃおうぜ。脱ニートが大好きだという方からイラストいただきました。めちゃめちゃ可愛いイラスト。出演者全員描いてくれてありがとうございます。お客さんめちゃめちゃ怒って帰っていきましたね。そりゃあれだけ待たされれば怒るのも無理ないだろ。それがあのおばはん店長にバレたら大変だぞ。何事もなかったかの
ようにやり直しましょう。何事もなかったかのようにやり直してんじゃねえよ。でもまあさっきので大体の工程はわかりました。マシュマロカットお願いします。おいチョコより先にマシュマロカットだろ。今のところ全然料理らしいことしてないぞ。やじ飛ばしてるだけ。はいチョコカット終わりました。マシュマロをカットしろよ。そんなでかいマシュマロ食べてお年寄りが喉に詰まらせたら大変だろ。じゃないんだから。はいマシュマロカット終わったよ。はいマシュマロ焼きまーす。火力が弱くなってきたら薪をくべないといけないからな。普通にコンロ使わせてくれよ。確かに無駄な工程が多すぎる。ほらもう火力が弱くてマシュマロ全然焼けねえよ。もっと考えて薪入れろよ。てか右に薪置いてあるんですけど、これさらにクラッカー乗せておけばよくない。マシュマロとチョコ挟めばすぐ出せるもんな。これに気づいたレイムノーベル賞もんじゃないです。こいつノーベル賞がなんだかわかってないな。そろそろ料理ができそうだな。まずはプレーンスモアですよ。まずはマシュマロだけのやつだな。これをこれに挟んで、はいチョコレートスモア出来上がりました。マイナルスモアって言っただろうが。だって全部にチョコ挟まってたんだもん。最後までチョコぎっしりじゃねえんだよ。誰も言ってねえよ。順番が前後して申し訳ございません。要因じゃねえんだから。ブチ切れる前にお出ししないと。後回しにされてすでに怒ってんだよ。今マシュマロを焼いておりまーす。もう少々お待ちくださいませ。はいチョコスモア追加注文いただきました。お客様でや。お客様に切れてはいけません。まだ序盤でてんてこまいじゃねえか。マリサから洗いぐらいやってくださいよ。鬼嫁と一緒にゲームやってくれる友達がいないことを恨むんだな。はいノーマルスモア出来上がりました。番号札1番のお客様、大変お待たせいたしました。順番が前後してる。またのお越しをお待ちしておりまーす。ごスルーしちゃダメだろ。はいノーマル1チョコ1追加注文は入りました。それにしてもあいつテンパりすぎだろ。さ皿洗って。はいマシュマロカット終わったよ。マシュマロ焼いて。火力がないんですけど。はいチョコスモア上がりました。番号札3番のお客様、注文が全然途切れないんですけど。これはもう尿意との戦いですよ。なんで仕事始まる前にトイレ行っておかないんだよ。その時は行きたくなかったんで。小学生か。あれ私なんか出会えたんだけど、トイレ休憩行ってくるわ。マシュマロ切れよ。名言出ましたね。名言でもなんでもねえよ。はいチョコスモアお待たせしました。またのご来店お待ちしておりまーす。さ、薪でも切るか。マシュマロ。何？どうした？ストライキ。何の理由があってスト起こすんだよ。火力ばっかり上がったって焼くものなかったら意味ないんだよ。はい薪出来上がりました。さ、次はチョコチョコ。マシュマロ。あれ？霊夢なんか気に障ることしました？いやあいつ気づいてないわけだ。やっと気づいたよ。この人もう結構ピリピリしてるぞ。は、はいマシュマロカット終わりました。もう生で挟んでもわかんねえんじゃねえか。やばれるだろ。いや火力が弱い。薪、薪を入れろ。ほら薪を作っておいてよかっただろ。もっと早くマシュマロくれてたらこんな弱火になってなかったんだよ。どこも寝ないワンチームだろ。二人しかいねえけどな。その片方が私の言葉には耳を貸さないイカれたやつだけどな。それただ単にお前がスルーされてるだけじゃ。とツッコミを入れようと思ったが、年齢相当かわいそうなのでやめておこう。私すれば友達思いだな。全部聞こえてるんですけど。はいマシュマロ焼けたよ。お客さん激おこぼれお前だよ。なんかマシュマロカットしなかったせいだけどな。とツッコミを入れようとしたが、年齢相当かわいそうなのでやめておこう。から聞こえてんだよ。はいこれチョコ入れたら完成だよ。はいよチョコをカットして挟んだら完成。あれ？あれれ？それもうカット終わってますけど。それを早く言えよ。だったらわかるだろ。はいチョコスモアお待たせいたしました。私のスモアが全然来ないんだけど。はい今からマシュマロ焼きますのでもう少々お待ちくださーい。カットすらしてねえじゃねえかよ。さっと炙ってお出しいたしまーす。完全にアレンジすんな。マシュマロカットしたよ。これ完全に火力不足だろ。どうすんだよこの火力じゃ絶対間に合わないぞ。諦めよー。簡単に諦めてんなよ。だってもう怒りで震えてきてますよ。あのお客さんは遅くなって怒ってんじゃなくて諦めたお前らに怒ってんだよ。いつまで待たせんだよせんだよ。遅くて怒ってますよ。そうみたいですね。でも火力も上げましたしワンチャンありますね。はいできたから出して。チョコチョコ。チョコより先に出して。もう時間ないぞ。出してー。はいチョコ切り終わりましたー。チョコより先に。あえなんでよしよし切り替えていこう。お前が言うなや。チョコを切り刻む衝動を抑えきれなかった。あえよ。閉店まであと15秒を切りました。閉店秒単位なのかよ細かいな。あともう一つくらい出せるんじゃないか。2020年めっちゃやる気じゃん。ストーブ欲しいじゃないですか。2000円じゃストーブは無理だろ。はい出来上がったよ。巻き巻き。巻きはもういらないから。はい何番かもうわかりませんがプレインスモアでお待ちのお客様。ブダブダすぎる。お客様からクレームの電話をいただいたのだけれど、待っても待っても商品が出てこないと。それは事件の匂いがしますな。しねえよ。スモア泥棒殺人事件ですな。泥棒も殺人も起こってねえんだよ。あとさっきの福袋代返してくれよな。星が一つついたからボーナスはつけておくわ。いやなんか偉い目に遭いましたね。ほんとだよ。お前らがお客を怒らすからだろ。てかレイムいつまでおでん持ってんの？一週間。ところでその福袋何が入ってるんだ？そうだな、開けてみようぜ。そうですね。これは、え？なになに？いやちょっと狭いって。これは無理がありますよ。そんなこと言ったって我慢するしかないだろ。こんなんで寝れるんですか。霊夢は上に乗ってるからまだマシだろ。そうだぞ。うちらはお前の重さに耐えなきゃいけないんだぞ。あ、霊夢おでん落ちてるから拾いに行った方がいいぞ。そうやって布団から追い出しですね。騙されませんよ。